はい、美坂です。この動画では、ブレンダーとユニティーズのバーチャルマーケット向けのライトマップについての知見を解説します。主に、バーチャルマーケットに出店したことがあって、クオリティをさらに上げたい人、ブレンダーとユニティーのライトマップについて、ふんわり知りたい人、あたりを想定して説明していきます。例によって、ブレンダーとユニティーの基本操作はできる前提です。前回より、さらにターゲット層が狭くなってきました。解説していく内容はこんな感じ。概要欄にも目次を書いておくので、だるくなったら好きなとこから見てください。今回ライティングの話ではあるんですが、ライトの基本とか、種類とか特性とかの話はスルーして、主にライトマップに特化して説明していきます。バーチャルマーケットのような、いろいろと制限が厳しい環境でクオリティを上げるには、ライトマップを使うのはとても有効です。ライトマップをうまいこと使えれば、モデルの見た目クオリティが大幅に上がります。積極的に使っていきましょう。で、そもそもライトマップって何？って話にちょっと触れておきましょう。CG では空間にあるいろいろな光源から物体の光の当たり具合を計算して最終的に見える色を表示しています。結構複雑で負荷のかかる計算です。しかし光源と物体が動かない場合、物体表面の光の当たり具合は変化せず一定のままです。変化しない値なら光の当たり具合を1回計算してテクスチャに記録しておけば、あとはもうそれを使い回して済ますことができ、何回も計算する必要がなくなります。これがライトマップの仕組みです。複雑な光源のブースでも記録したテクスチャを貼るだけで処理が済みます。計算負荷はとても低く抑えられます。バーチャルマーケットでのライトマップは、展示ワールドに配置された大量のブースすべてまとめて、運営側でまとめて焼いてくれています。すごく重そうな処理ですね。そういう事情もあるのか、バーチャルマーケットでライトマップを使用する場合、かなり厳しい入稿制限があります。具体的には、ライトマップテクスチャは512ピクセルで1枚以内に収める、です。単純なモデルのブースなら割となんとかなるんですけど、ちょっと複雑なモデルになると、綺麗に仕上げるには厳しい仕様です。うちのブースでは、室内がかなり細かい作りになっていて、この入稿制限で綺麗にライトマップを焼くのはとても難しいです。が、入稿されたブースはこんな感じ。割といい感じになってます。なってるよね。何やらかしたらこうできるのか、ですが、ライトマップの入稿制限が厳しいなら、計算処理は自分でやってしまえばいい。ということで、うちのブースの室内は、ブレンダー側で、事前に、ライトマップをテクスチャに焼いて、ユニティ側に持ち込んでいます。これなら、テクスチャサイズの制限は受けません。まあ、後で、容量についての入稿制限が襲ってくるんで、あんまり調子に乗ってやると、辛いことになるんですけどね。ライトマップの処理を、ユニティで焼く場合と、ブレンダーで焼く場合、それぞれのメリットデメリットをまとめておきましょう。ユニティでライトマップする場合、ベイク処理は運営任せ、制限が厳しい、周囲の光源も反映されるライトプローブなど使用か。ブレンダーでライトマップする場合、ベイク処理は自分でやる。ある程度、制限に余裕があるので、細かい部分まで表現できる。周囲の光は反映されないテクスチャによる疑似ライトマップなので、制限あり。一長一短ですね。はい、二通りのライトマップについて解説しました。実は、これ、もう気づいている方もいるかもですけど、両方同時に使うことも可能です。実際うちのブースでは、内側はブレンダー、外側はユニティと、オブジェクト分けて設定しています。内側は、周りの光の影響をあまり受けないので、ブレンダーで大きなライトマップテクスチャを使って、精密にライトマップを焼いて、外壁は周囲の光源を反映させて、周りの雰囲気に馴染ませるために、ユニティ側で焼いています。と、このように両方使うことで、双方のいいとこ取りみたいな感じもできます。まあ作るのが面倒くさいですけどね。
ちょっと長くなってきたので、ここらで切って続きは次回にしましょう。次回は実際にライトマップ焼いていきます。